どうも底辺です。底辺がねまたあの証拠りもなく大洗海岸にやってきました。目的はね海産物を腹いっぱい食べることですね。それです。肌寒いですね。ちょっと肌寒い、でねここに来たらまず一発目絶対これあんこう汁ですか。あんこう汁、さっきね、あんこう汁頼んだらね、あの、マスクしてるね、可愛い女の子がね、あんこう汁一杯ですか、みたいな感じでね、あの、中国人の方かな。片言で可愛かったっすね。あんこう汁も、あまりにも可愛くて動揺して間違ってさ、あの、違う、まあ、冗談させておき、このあんこう汁、最高。ほら。あんこうの肝が溶けててね、いただきます。早速。うまい。ここに来たらね、あんこを食わなきゃダメだよ。美味しい。てな感じでね、今日はね、大洗のね、ビビをね、食べ尽くします。はい。続きまして、あんこうの唐揚げですね。このね、あんこうの唐揚げもね、風が、絶対に外せない一品ですね。いただきます。あんこうだからね、あんこう。あんこうの唐揚げだからね。あんこうだからね。ふざけてんじゃねえぞ、ほんとに。あんこうだからね。あ、うまい。骨までいける。骨までいけちゃうんだ、これ。サザエ焼き、やばくないこの量。サザエ、サザエさん、いただきます。うめえ。サザエうまい。これ500円やばくない？安いね。安いよ、500円なのこれ。500円。安い。はい、イカ焼きにサザエ、ホタテ、ハマグリですね。底辺がこんなものを食っていいのかと。もう帰りね、二人ともね、自己死決定ですね。あの、底辺に神の罰が下って、我々二人はね、自己死してますね。はい、これ、いただきます。うわ、これ食べんのかな、こうって普通食べない。うわ、食っちゃっていいのかな。手に入ってくる。下から、美味しいね、ここもね。苦いけど美味しい。で、身の方いきます。いただきます。底辺がいただきます。磯の香り全開。顔面に海水をぶっかけられた感じ。顔に塩を吹かれた感じがします。スープ飲んでるんですね、スープ。ああ、磯の香り。あれ、なんか残ってる。ここじゃない、苦いのって。これ肝、これ肝だ。肝いただきます。ああ、うまい。うまい。うまくないわけがない。もうね、これもうまいに決まってるよね。もう食べる必要ない。食べる必要ない。このまま下げちゃっていいよ。下げちゃっていいよ。下げちゃっていいよ。いただきます。いただきます。甘い。ああ、こりゃうまいわ。うわ、噛み応えがすごい。噛み応え、なんか磯の香りとね、風味が。続きまして、いきますよ。いただきます。イカっすね。
来ましたね。ここに来たらこれ食わないと。それいただきます。うまい。はい、ということでね、底辺のルーティンワークであるね、カニを使いましたね、カニ。カニ。底辺はね、女を捕まえずにカニを捕まえるっちゅうね。はい。あと、ヤドカリがめっちゃいますね。あれね、取れね。あー、取れない。やってきました。底辺が海に。今日この海は一体僕に何を語りかけてくれるんでしょうか。底辺にかける言葉はねってよ。人いませんね。人が全然いません。なんか昼間からね、なんか定年後に地元の友達となんか飲んだくれてるなんかジジイが2人いますけど、そんくらいですね。いませんね、人が。飲んだくれのジジイと、あとなんかなんだろう、なんかサーファーみたいな格好したジジイがいましたね。なんじゃあれ、密漁ですかね。よくわかんないけどね。人いねえな。なんでだろうね。人がいない。あとちょっと今日ね、海が汚い。ちょっとだけ。なんでしょうね。わかりますよ、あれ。あ、めっちゃ臭いですよ、あれ。めっちゃ臭いの、あれ。マジで。どうなんか、うんこしたんだろう、これ。なんだか有名らしいですね。僕にもね、ご利益あるといいですね。うん。今年こそね、底辺脱出。海よ、空よ、太陽よ、心あらば教えてくれ。なぜ俺は底辺になったのだ。絶景ですね。夢があってさ、俺海沿いに暮らしたいんですよ、最後。うん、海沿い。東京湾じゃダメだよ、あんな汚いとこ。うん、こういう綺麗な海沿いに暮らしたい。これはね、譲れませんね。はい。最高じゃねえかよ、これ。たまんねえよ、たまんねえ。